皆さんこんばんは。太田隆一のブルースだよ人生はの時間がやってまいりました。どうも、なんかだいぶ久しぶりな感じがするのは気のせいでございましょうか。今日もですね、私と共にこの番組を盛り上げるもう一人のパーソナリティ、田中トシちゃんを、ご紹介したいと思います。トシちゃんどうぞ。いやお疲れ様でした。どうもありがとう。また頼むよ。おいおい。そんなわけでなわけはないと。そんなわけですね。トシちゃんもうあのなんかちょっと秋らしい格好になってきましたね。そうそうそう、あの紅葉シーズンなんでね。紅葉シーズン、シーズンゆえ、ね、この少しもう今日のコーディネートは紅葉みたいな、はい、あの家にぶん流ってるもそのままつまんでくるだけだ。また無視したね僕も。ごめんね。僕の今ちょっとツッコミどころを紅葉ね、そのままね、紅葉ゆえね、紅葉ね、そういうのもどうよって感じで、うんうん、まあ、トシちゃんこの間はお祭りの、はい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 、あお祭り、ライブありがとうございました。どうもお疲れ様でした。本当にありがとうございました。もうね、田尻の皆様ね、はい、焼津の田尻の、うん、もう伝統的なお祭りみたいですね。かなりこう歴史のある、はい、うん、もうこの、なんていうんですか、こう出汁なんていうんですか、出汁っていうんですか、うん、あれをもうね、山車と書いて出汁、ああ、出汁っていうんですね、うん、で引き回し、引き回しねということで、この田尻の町内をぐるーっと、うん、でも皆さんもバッチリお祭りのもう衣装も揃えてね、そうそう、もう手やんでぐらいな感じでね、もう、もう外部を寄せ付けないぐらいのこのみんなこうね、素晴らしいです。息高い感じのね、はい、素晴らしいもんでした。でそういう熱いお祭りの席で、うん、もうこ の, あのトラックのね、そうそうそう、野外ステージ、そうそうそう、ボーンでってウィングの上がったそこで30分のトシちゃんのそのライブ、ね、はい、でなんか盛り上がって45分ぐらい、そのぐらいになっちゃいましたね。うん、もうだけどもともとそのお祭りの方がね、うん、なかなかもう若いお姉ちゃんでもない限り基本アウェイよみたいに言われてた中で、うん、まあ、全然その面識のないトシちゃんがそこでライブということで、はいはい、うん、どこのやつだっけ、一末のね、不安もあったんですけど、ちょっとこうアウェイ感がどうか、そうそうそう、だけどもうバッチリ盛り上げて、いやね、CD も完売だと。そうなんですよね、本当に皆さんね、すごいな、4枚ぐらい売れたんだとか思ってたら、40枚、そうそう、40枚いっちゃいましたね。すごいです、皆さん本当にありがとうございます。もうおかげで白いご飯が食べれましたよ。私の縁のような時代に、はい、本当に ね、うちの家のお粥は、もうご飯がつぶつぶしかありません、そう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 、ほとんどお湯ですみたいなね、そう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 、そんな状態から、お箸でつまめないってね、あもう、まあ、そんな感じで、ごめんなさい、僕もなんと相変わらず着地点がないね、このね、申し上げてきて、相変わらずこう、君が振っといて、うん、まあ、ということでね、まあ、本当ありがとうございました。もうだけどよかったです。だけどやっぱりさすがプロ、とんでもない、もう素晴らしい、なんちゃってですけど、でもねやっぱりお客さんがね、はい、高いんですよ。だから、まあ、僕がやっても誰がやってもきっと盛り上がったと思うんですけどね、やっぱりこう拾ってくれる感が、そう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 、本当に、ね、そうそうそう、盛り上げようみたいな、なのでね、本当そこら辺はやっぱその前の祭りのこう団結力っていうのがね、すごくあったんだよね。そうそう、だけど同じもう焼津なんかでも、うん、やっぱり昔ながらの伝統を守ろうっていうね、うん、そうそう、その町ぐるみで結束してる場所もあれば、あ、ね、もう基本もういろんな人がもう越、うん、してきては引っ越していくみたいな状態で、うん、もうそれぞれ ね、 そうね、もういいじゃないみたいな感じのところもあれば、そうなんです。だからそこのね、 お祭りをこう運営している教師連っていうね、うん、まあ、共に志すっていう、うん、その人たちが、はい、まあ、運営してるわけですけど、うん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 、結局その今の代の人たちのさらに前の代の、まあ、要するにその今仕切ってる人たちのお父さん、うん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 、そしてさらにそのお父さんからこうつながってこうやってるのね。そうそうそう、だからその今年こう若い衆でやってる人たちの親父同士が本当に仲良くて、それと同じように子供たち同士も仲良くて、ね、そうだよね、だからその子供たち同士も他人様のお父さんに、ね、はい、怒られたりなんて、はい、そんな日常茶飯事で、そうそうそう、うん、だからある意味それすごくね羨ましいなと思いましたね、そういう団結っていうかね。だから私も本ちゃん出れなかったじゃないですか。ああ、なんか打ち上げに、打ち上げになんか呼ばれてて、うんうん、でなんかちょっとリュウちゃん歓迎されてるムードだから来てよみたいな話で、うん、まあ、だけどみんなこと言ってね実際にいやいやまばらだろうし、うん、まあなんだろうしと思ってたらなんかもう40人ぐらいもう生テーブルで動いてて、うん、ドーッと来たよーみたいな、わーみたいなこと、
でこんなミニギターでごめんなさいみたいな状態で、本当でやっぱりね、そこで行ったら、うん、やっぱそうなんですよ、うん、もう高校生ギャルたちはギャルたちで集まってて、でやっぱりこうね、もう大人たちも普通になんかもう家族みたいにこうなんか話してたりとかで、うんうん、なんかあの昭和の頃のホームドラマを思わせる、なんかこう、はいはい、昔懐かしい、うん、古き良き日本をちょっと感じたようなね、なんかそんな気がしましたね、僕もね。とってもね、だ大事なこのものだと思うね、このみんなそれぞれがこう孤立化しちゃうじゃない、今の時代ね、ああいうその祭りをこう通じてね、はい、うん、あのみんな世代関係なくあそこで交わっていくっていうね、はい、そうですね、すっごい大事なことだと思うね、素晴らしいことです、うん、ありがとうございました、皆さん本当に、まあ、としちゃんね、お忙しい中、さらなる、はいはい、さらなるこの、はいはい、お忙しい、はいはい、あこちらをちょっと、はい、ちょっと宣伝しておきませんとね、そうですね、これはあの今度の日曜日、10月28日日曜日にですね、これはあの焼津の、相川ですね、相川っていうところにあのブラジルフレッシュっていうね、まあ、外国人向けの皆さんの向けのですね、あのコンビニがあるんですけどね、まあ、日本人の方もね、ここで入りできるんですけど、このハンバーガーをね、そうそうそう、出ます。このね、大岩バーガー、はい、大岩、大岩バーガー、でそこでなんと焼津格闘技フェスティバルっていうね、まあボクシング中心でだと思うんですけどね、はい、もうそこのあの敷地にですねリングが組まれて、うん、まあ、あのファイティングが行われるわけですよ、うん、で、まあ、噂に聞くと、もう静岡県下ではこのボクシングフェスティバルっていうか、まあ、そういった格闘技のね、うん、リングを使った試合としては結構最大規模のね、うん、ものになるんじゃないかっていう、その県内で、県内ではね、いろんなこの選手が来て、それを焼津のブラジルフレッシュでやってしまっているという、そうそうそう、すごいものですね、うん、でなんとそこのリングでですね、はい、まあ、試合の合間にですね、私はあのリングに立ちまして、うんうんうん、はい、あのぶん殴られて倒れてくるっていうあの企画がありましてね、あ、あの猪木のね、そうそうそう、ノックダウン、ノックダウン、バーン、元気があれば何でもできるみたいなね、まあ、そんな感じでリング立たせてもらって、今の僕はどう突っ込んだりとかあったんですか僕もちょっと今日着地点がないので申し訳ないですね、だんだんみんなそうなってくるんですよ、そのリングで歌わせてもらうっていうことで、ね、もうトシヤの代表曲の数々を、はい、いやいや、あのとりあえずね、今回はやっぱりボクシングにちなんでね、はい、あの僕の師匠の瀬戸口治さんのノブはボクサーをね、歌わせていただこうと思っております。僕はボクサーっていう曲がね、そうそう、ノブね、もう俺は俺、うん、もう僕はボクサー、うん、次いっていい、あのそうノブはボクサー、ノブはボクサーをね、うん、歌おうかなって思ってます。はいはいはい、はい、なのでね、お客さんがね、うん、あの日系の皆さんも多いかもしれませんけど、うん、まあそこは皆さん大きな心で捉えていただいてね、はい、まあ、要するにいわゆるもうこの辺の近隣の格闘技、チームというか、いわゆるそういう道場というか、うん、まあ、ジムとかいろんな人たちがこう来て、うん、ボクシングの試合もあれば、うん、柔術の試合もあれば、こういわゆるこうキックボクシングの試合もあればで、うん、とにかく、まあ、格闘技だよね、要するにね、なかなか焼津でそういうのをやるってことすごいことでございまして、でなんとそこにですから、この焼津ユーストリームチームも、はい、行って盛り上げていこうじゃないかということで、この辺のこのね、あきらさんね、我らが兄貴あきらさん、あきらさんのタロットと占いもあれば、うん、はい、ね、でなんと特別にですね、いわゆる格闘技の猛者を相手にこのカード1枚で戦おうじゃないかというこんな、ね、特別企画もピヨンシュピーンみたいな、まあそれは冗談として面倒くさいですね、いちいちね、うん、はい、で、まゆみんさんが今回司会ということで、ね、ミス日本ですから、ミスジャパンですから ね、 ね、もうで、ユッピーさんもバルーンでおリングでやるじゃないかと、はい、で、トシちゃんが歌い、はいはい、そして、僕は、写真はあるんですが、はい、なんと今回あら、いけないという、おやおやお休みって感じになっちゃう、そうなのね、じゃあ これは卒業写真のあの一番端っこにあるこの写真の意味だね、はい、そうです、うん、なるほど、はい、でこういうサンバカーニバルのね、お姉さん方もこれね、ちょっと僕楽しみね、これすごいっす、本当僕もこの間のあのブルン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 、本当もうバルンバルンってやつですよ、本当に
もうユッピーのバルーンとも、あら、まあ、まあいいでしょう、下ネタは、はい、そうか、挟まれるか、ね、ですからもうだけどやっぱり格闘技に美女、うん、これもうね、まあ、K-1 のあのなんかあのこう、ね、このなんかこう、うん、なんかこう、ね、はいはい、プレート持ってこうやってくるお姉さんじゃないですけど、はいはい、そうやったらちょっとまた盛り上がるんじゃないですかね。なるほどね、沖さん、うん、やるぜ、やるって、やるやるっすか、うん、もうとっくに考えてる、1ラウンド2ラウンドということで、この君の発想はもうとっくに誰かが考えてる、とっくに、もうみんなね、まあどれだけ盛り上がるか、ちょっとね、僕もね、本当あのちょっと仕事が入ってしまいまして、はいはい、何だったんでございますけど、はいはい、ちょっとあの時間許す限りちょっと応援に駆けつけたいでしょうと、はい、じゃ あ, あの僕が代わりにカナムは飛んでいこう歌っときますんで、歌えるものなら歌ってごらんなさいということで、はい、ということでこれがですね、10月、今月の28日、はい、もう今週ですね、はい、今週来週になるのか、もう今度の日曜日ですよ、そうです、今度の日曜日なんです、はいはい、でその次の月曜日に僕たちのブルースライブがあると、はい、ブルースライブがあります、はい、この28日の翌日ですね、はい、あの B のはね、これぜひ皆さん来ていただきたい、もう本当盛り上がってね、元気になりますから、そうですね、とにかく、いやちょっと調子悪くていけないやっていう方こそ、なるほど、来ていただきたいですね、もう本当にね、あのね、具体的に腰痛の方がライブ参加すると腰軽くなりますから、本当にね、すごいよね、あの突っ込んでもらう、うん、いやでもそれほど元気になると思うよ、うん、実際腰痛で来れなかった方、あの実際あの今見てますか、見てますか、四つ葉さん見てますか、まあまあ入院してるところ無理に来いとは言わないけどもね、そうですね、うん、でも注射打ちながらでもね、うん、そうそうそう、でも本当ね、来てお客さんもすごいね、あの元気だし、本当盛り上がりました、僕らもそれに負けず元気にやろうと思って一生懸命やってるもんでね、はいはいはい、もうぜひね、もう今回がですからもう11回目、11回目なんじゃないね、第11回目ということで、そして、12月には1周年記念ということで、はい、あ、そうか、盛り上がっていこうですね、1周年記念のまた企画も僕の中ではちょっとね、もう考えていることがあるんですよ、やっぱ盛り上がっていきませんね、そうだね、もうやっぱね、この焼津をこの音楽で盛り上げるにはこの、うん、僕らが瀬戸切ってやるしかないなと、うん、そうですね、いろんなところでやってる方いるんだけど、はい、僕らは僕らのね、スタイルで、そうですね、実際いろんなところからのですね、お声もございましてですね、まあ、実際今僕たちあのこのブルースだよ人生はという一つ の, このコーナー、おこういうリングなんだな、本物だよ、ちょっとこの今リングの映像を見させていただきますが、こんな感じでですね、おほら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 、ね、お姉さんお姉さん、本当だ本当だ、あーやってるじゃん、おーイエー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 おーあーあーあーYo, yeah! Good! Oh, yeah, good! Oh, yeah! Yeah!、うん、という感じで、なるほどね、そう、またいいですね、この、なんていうんですか、この、ちょっとこう、チビティに、チビティっていうのいいかな、死後かもね、チビティにこの、ね、ちょっとこう、ショートパンツで、ショートパンツ、ホットパンツ、ホットパンツ、ホットパンツでね、ほんまだよ、ねえ、これ歩き方はもう出るもんだもんね、もう、だってもう、南米の、南米美女ですよ、ねえ、もう、ブラジル美女、素晴らしい、これもう、おのずとモチベーション、なんですか、これ、あの、マスクしてるんですかこれ、ヘッドギア着てる、あ、ヘッドギアね、うん、でこうやって具体的に試合をするわけだ、プロだよ、元、ほらこちらさんプロですよ、これちょっと見えてますでしょうか、この小さい、ね、片方はね、従業員だもんね、あ、そうなんですか、大丈夫かよ、その縦に使われてる感じ、うわー実際ね、これちょっともうちょっとやっぱりあの胴体の緩み方あたりが、うん、やっぱりちょっとなんかプロ格闘家にはないなんとなくこう、まあ、みんなそうなっちゃうんですよ、鍛えた人はね、ありがとうございます、すいません、ということですよ、すごい楽しみだな、結構燃えるよ、見てて、本当ですか、でその合間合間で、もうトシちゃんやね、ユッピーさんや、もうちょっとこうテンションを高めるために、今回 ね, そうですね、いいわけですから、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います、僕も遠くシベリアの地からあの応援してますんで、シベリアなの、そっちまで行っちゃうの、シベリア、すみません、着地点もない、またうん、どうしようもないボケで、とりあえず聞いては見たけどね分かってはいるんだけど、一応どこからだよとか、なんかちょっとそうそう、うん、僕たちのボケとツッコミも、うん、もう少し洗練されていくと思う、そうだね、でも僕たちほら基本的に仲悪いから、ね、この場限りにしたいって感じだもんね、そうなんだよ、もう終わったら、はい、はい、もう、はい
いやですけどね、はいはい、実際もうこれも何回目かになりますけど、はいはい、この番組も、うん、そろそろ、うん、焼津とかね、うん、もろもろで活躍されてるミュージシャンを、ね、この番組にお迎えして、うん、そうですね、まあやっぱりいろんなその音楽の話に、まあ、盛り上がったり、あるいはまあ音楽に関連するような、まあ、違うお話でも、まあ、構いませんし全く別でもいいんですけれども、そんな風に発信していくのも、ね、だからもちろん面白いこれ見ててね、いやこの人ぜひいいんじゃないのなんて人いたらね、ぜひね、紹介していただいて、そうですね、こちらの方にですね、ぜひご連絡こちらの方までちょっと書いていただいてね、はい、ただ月曜日なのでね、この月曜日のこの夕方6時半からの放送ということなので、うん、そちらに間に合う方に限られてしまうんですけどね。そうですね、うん、微妙っちゃ微妙ですからね。大変ですからね。月曜日休みなのは床屋さんぐらいですから。まあそうだけどね。うん、まあでも例えば、はい、いやもう実はもう僕は今ね、うん、悠々自適に、うん、ね、定年してやってる、ね、でも音楽をやってたんだっていう、そういう ね方でもいいんじゃないかなと思う。いろんな方がいらっしゃると思いますんでね、うん、でまあ別にミュージシャンでなくても あるいはいいですいいです、まあこんな雰囲気これ、まあ、実はちょっと私も出たいですなんて人がちらっとねいなくもないんですよ。あ、そう。ただ今僕らのこのやってる番組ってコンセプトめちゃくちゃじゃないですか。はいはい、まあ基本突っ込んでもらいたかったですね、うん、いやいや、まあ、はいはい、うん、まあそのコンセプトにちょっとズレがあるっていうことで、そうですね、うん、お呼びした時に、うん、どんな感じになるんだろうというか、まあ、こんな緩くやってますので、いいんじゃないですかね、それもね、ぼちぼちね、うん、僕たちも進化していかないと、そうそうそう、いうことでございますので、いろんな方面白いと思うよ、はい、うん、じゃあ、まあ今後としちゃんの関連からでも結構ですし、はい、まあ、少しずつじゃあ、そうですね、ちょっと違ったカラーを、うん、織り交ぜながら呼びましょう、皆さんにお届けしていこうと、はい、呼びましょう、アキラさんのようにね、毎週もういろんな美女たちが入れ替わり立ち替わり、そうそう、もうアキラさんの入れ食い状態という、本当に、ね、そんな風にはならないです。俺だからアキラさんの番組に乗り換えようかなって今思ってるんだけどね。ああ、行けーもうなもんでね、うん、やっぱりその辺ね、ちょっとバラエティに富んだお客さんとかね、ゲストの方呼びたいよね。そうね、うん、そもそもこれが音楽番組なのか、うん、ただのくっちゃべり番組なのか、うん、微妙なラインですね。くっちゃべり番組だよね。本当は今日怪談話やろうと思ってましたから、ね、僕もね、本当少し怪談話しようよ。怪談話、うん、こうくるくる回って登っていくね、階段の、やっぱり階段もね、まっすぐこう登っていくんじゃなく、そうそうそう、これがね、こう円形になるとこれがね、そうそうそう、結構またね、こう負担が組んだって多い。それは階段の話だよ。すげえ面白くないな。本当に44になるとこういうの出てきちゃうんだよ。44になっちゃったもんね、なっちゃったの、本当に。どうすまだなってない。まだ43ですわ。あ、そうか。僕は1月ですから、ね。あ、1月か。はい。そうかそうか。いやいやいや、元旦なんですよ。元旦なんだ。生まれてんの。本当に。たいね、ありがとうございます。そうですか、まあ、そんな感じですが、はい、いつもね、うん、曲やるのが遅くなりすぎちゃって、あ、時間がだいぶ時間がオーバーしちゃいますので、今日ちょっと早めに音楽入れましょう。あ、分かりました。で今日は、は、ちょっとそれぞれのですね、はい、ライブのやっぱりライブやるときにこう自分のエンジンをかける、はいはいはい、最初の一発目の曲って結構重要なんですね。そうで、トシちゃんも意外とオープニングで使いやすい曲があり、はい、実はいつも同じなんですよ。で僕もですね、あると、はい、じゃあ今日はその大体最初にエンジンをかけるこの曲をそれぞれちょっとお互い出しっこして、はい、で、まあ、やっぱりオープニングを飾る曲ですから、うん、それだけ元気の波動がありますんで、うん、まあ、それを聴いていただいている皆さんもちょっと元気になっていただけたらという、はい、そんな感じでですね、はは、参りたいではないかと。わかりました、はい、じゃあたまにはあれですか、うん、トシちゃんからいきますか、いきますか、それがもう2人もう同時に始めて、同時に分かんねえしみたいな、めちゃくちゃだよね、マジ本当のギターバトルになっちゃう、ギターバトルになっちゃう、もう多分ね、見てた人途中で切るよ。なんじゃこりゃっつってね。なるほどですね、まあまあ、チューニングの方はいかがなものですか。いいでちゅうな、いいでちゅうな、いいでちゅうな、
いね、このちっちゃくてね、このギター。そうそうそう、だからちょっとね、若干サウンドがギターで、あのウクレレ的になるほどなっちゃうんですけど、ちょっとトシちゃんパワーでね、微妙に聞こえないかもしれません。いや大丈夫、俺からそんな強くあの弾くからストロング弾きだからね。ストロング弾きだからね。ストロング歌いと、ストロング歌い、はい、あのじゃあ僕の方から歌いますね、はい、いつもライブのオープニングで歌わせてもらってるんですけど、海賊たちの夏休みっていう歌で、あのこれは僕の師匠の瀬戸口治さんの、歌なんですけどね、うん、あの僕大好きでこの歌でいつもテンション上げます。ちょっと夏すぎましたけ どとりあえず夏休みの歌で、気分は夏、海賊たちの夏休みという曲です。ごめんね、もう一回行ってみよう。仕事場で嵐の海が恋人で、うまくいった日もしくじった時もあったけれど、七つの海を越え嵐の海を越えてきた、たくさんの死を見送り、涙も血も流した、海賊たちの休みが来た、一生一度の夏休みが来た、命知らずのやつがいて、恥知らずな奴はもういた、星になった奴、仲間を撃った奴、それが人生、世界中の宝物を手に入れ生きてみたけれど、愛と友情だけは奪い取れなかったと苦笑い、海賊たちの夏休みが来た、最初で最後の夏休みへ来た。 OK, come on, ルーちゃん。海賊などいねえとつぶやく、七つの海を越えてきた、嵐の海を越えてきた、語り尽くせ
罪が来た。最初で最後の夏休みが来た。ありがとうございました。いいねこのギター。いい感じ、いい感じ、うん、ちょっとこのペロペロ感が、いや、なんかいい感じだよ。いいすか、ちょうどこのバランスが。そうだね、うん、メインとちょっとこうおかず的に入るっていうんだよね。いい、すごくね、いい感じ。あまりこうでかすぎてもちょっとうせえよみたいな。いやいや、そんなことないけど、でもすごくね、これはこれでいい。あざです、はい、じゃあ今度はこれがメインになり、ちょっとトシちゃんのアレンジをちょっと入れていただきながら、はい、ね、はい、まあ僕のオリジナルの中では本当に一番最初にできた曲なんです。まあ、もうすでにこの番組でも何回か歌っておりますので、けどね、この歌がね一番ね安定しない歌でもあるんです。あ、逆にそうなん、いろんなキーで歌ってるんですよ。あ、なるほど、ね、自分 の, そのボーカルもちょっとコンディションで低いんだか高いんだかよくわからない、うんうんうん、まあ、基本地声は低いんですけれども、うんうん、どこの設定でいくのが一番自分らしく歌えるのかっていうのが、うんうん、これだなと思ったのがね絶えず変わってる。あ、歌詞もかなり変わったし、うん、初期から比べると、うんうん、そういう意味ではね常に進化成長を遂げているんだか、ね、単に変化してるだけなのか、まあ、あのタイトルが自由になもんで、なるほど、自由にやっちゃってるみたいな、ね、いいじゃないですか、はい、ということで、はい、参ります。いきましょう。 G になります、はい、自由に飛び立つのさ、恐れずに迷いは捨てて、輝く未来をこの両手に掴めるかもしれない。ばかりいても何も生まれはしなかった。それが僕の過去の結論。人と比べてまずからさに囚われていないで、今行こう。全ての力尽くそうよ。逃げはしないカードに委ねた。目の前にもらう答え。
つのさ恐れずに迷いは捨てて輝く未来をこの両手に溢れるほど夢いっぱい全て掴めるかも知れないよ今すぐ立ち上がろうよ今こそ行こうよ話しなかったから、うん、幽霊が俺の話しねえのかよって出てきたのかあ、そうかそうか目あっちゃった亡霊だったんだねいいところでなんか目があっちゃったまあそんなのがそのね良さですということでお互いのオープニングの曲を披露いたしましたテンション上がるねテンションいいねうんやっぱねいいですよ、まあ、こんな感じであの今度のライブもねそうそうそう10月29日のライブもですねやっぱりテンションパンと上げてやっぱりね、どうしてあのお祭りの時もそうだったと思うけど、うん、やっぱりあのみんなが知ってる曲だと自然と盛り上がるっていうのはあるけど、まあそうですね、我々みたいなこのオリジナルで勝負してるとなると、ね、盛り上げ方がね難しいですよなかなか、うんまあ、トシちゃんの場合も本当歌唱力いやいや音楽のクオリティでもうガーッとこう引き込む僕の場合はね本当ねリアクションキャーとワーとサーとかやるともうねそれをなんかみんな楽しみに来るみたいな感じになっちゃってそれもねやっぱ楽しみの一つだよやっぱみんな曲と曲の間のそのねやっぱりその MC をねどんなこと喋るんだろうとかってだからまあそこはリュウちゃんうまいからねいや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 そうもうね師匠だよそう、うん、いやいやもう本当師匠って感じいやいや毎回言うねその毎回それ言うだけどお互いやっぱりそのお客さんにとにかく喜んでいただくっていうことを中心にそれぞれの自分のこのなんていうかね持ってるものを出すっていうのが来てますからやっぱ来てね楽しんでもらって帰ってもらうっていうのがねやっぱライブなんでせっかく足運んでね来てくれるわけですよだから一応お金をいただいて我々もやる立場上自分が満足して終わりではなくダメですよやっぱりね、うん、やっぱこう一缶も二缶もこうさらけ出していかないと、うん、そうですね、うんまあ、今回第11回目ということで、はい10月の29日、はい、最後の月曜日の夜8時ということでありますけど、はい、B の B ので、まあ、今回あの、はい、3000円でワンドリンクと軽食ついてですね、はい最初私が45分、はい、でトシちゃんが45分、はいでその後みんなで終わった後は、はい、やっぱりもうね、まあ、帰られる方はもう、はい、お急ぎの方はね遠くから見えてる方なんかお戻りになりますけども、まあね、ちょっと飲みながらみんなでこう盛り上がって、うん、あの軽食と言いながら結構美味しいものが出るもんでマスターがっつり作るんですよねだからねもう評判いいんすよ評判いいんすよ、うん、本当にねそんな焼津を元気にする発信地としてね、はい、こちらのそうユーストリーマンB&B の幅キットを幅キットねまたここからユーストリームチームで幅キット幅キットの意味って何なんですか青木さん I have a kit あそこから来るわけですかいやゾモゾモああキットってあのキッズではないですよねいろんな道具箱を持ってるよっていろんな道具箱を持ってるそのキットかこれがここが全部道具箱なるほどおもちゃ箱というかねもう素敵な夢にあふれた幅キットとそして B の B のライブこれで焼津を元気にしていきたいというふうに思いますので
まあ、お時間がもう経ってまいりましたので、次回来月は僕たちの、はい、受け持ちは、はい、はい、また今度、11月2回基本2回ずつですね。はい、あのマユミンさんやら11月5日、うん、はい、とりあえずじゃあ次回5日と、はい、いうことでございますので、まあ、なんと11月5日はですね、私の妻の誕生日というですね、予定としては山佐食品さんがもしかしたら出てくれるかもしれない。そうそう、山佐食品の社長さんがですね、なんとあのご自身の音楽をちょっと音楽活動もされていて、そうなんだ、この近くの山佐食品というと何を、あれ学校給食のね、ああお魚関係、素晴らしいということですから、はい、あのそんな方を交えながらのちょっと楽しく盛り上がるかもよと、かもよという部分ですので、ぜひ来てほしいですね。はい、ぜひ皆さん楽しみ、商店さんでね、うん、なってるみたいですね、みんな。この商店街のね、あ、そうなんだ、あの有名な美味しいお店ということで、いたじゃないですか、やっぱそういう方が、まあ、そういうあの青木さんからのちょっと投げかけもありね、なるほどなるほど、まあ、ちょっと僕らの番組のあり方もちょっとぼちぼち今もう次なる段階に移行するべき時なのかなと、そうだね、まあ、いうことでございましたので、はい、まあ、そんな感じですから、はい、ぜひ、次回11月5日、6時半、はい、この場所でお会いいたします、はい、この場所で僕らこの場所にいるだけですけど、もう一個ね言わして、おいおい、11月の3日、うん、土曜日ですけど、私あの富士の縁というお店で、あ、例のね、あのクリコさんという方とですね、2人であのツーマンライブをやります。おお、まあ、ジョイントですけどね、ジョイントでね、今回は僕の、ニューアルバムの僕の作戦がその日に11月3日に、その縁で発売になりましたので、あ、そうすか、その発売記念、これはなかなか縁でねえか、縁ですよ僕が本当に音楽をこう本格的に足をまた入れ直したところでもありますので、うん、そういう場所はね、ぜひね、ちょっと遠いですけど、でも車でね、焼津インターから乗っちゃうと本当に40分かからないぐらいで着くんでね、うんうん、そんなかかんないでしょ、焼津からね、富士はいい店なんですこれが、あ、なので、ね、ぜひね、皆さんに来ていただきたいなと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。11月3日3日土曜日です。土曜日、はい、ちょうど祭日の日ですね。あ、なるほど、ね、なるほど、なるほど、夜もうガンガン飲んで、うん、楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで、ぜひまた、ますます、充実して頑張ってまいりたいというふうに思います、はい、それでは今日は、最後まで皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました、また11月5日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。どうもー、イエーイ、みたいなね。